キノコをふんだんに使ったサラダなの。福くるキノコとアンラッキノコを使ってるから幸と不幸アンサンブルっていう名前なの。普通こういう料理に使うなら縁起を考えて福くるキノコだけを使うと思うけど、同じ量のアンラッキノコを入れれば幸と不幸が相殺し合うから普通のサラダとして食べることができるんだよ。いい考えでしょう。え？普通のキノコ？それだとただのキノコサラダになっちゃうからだよ。それにせっかく料理するなら珍しい材料を使った方がいいんじゃないかなって思ったの。まあ福くるキノコとアンラッキノコは味が全く違うから分量を間違えると大変なことになるけど、うん、でも多分ちゃんとできてるから安心して食べられるはずだよ。あなたがいてくれるのは嬉しいけど、今でも無性に寂しくなる時があるの。やっぱりここでの生活は素直に喜べるものじゃないよ。あなたと会う前の話だけど、すごく面白い本を読んだことがあるの。でもタイトルが思い出せないから読みたくても読めなくて、メモしておけばよかったな。振動子完成だよ。この光振動子の中には光の薄膜があるの。それが音を捉えるとそれが何の音なのか、もしくは誰の音なのかを解析することができるんだよ。あ、でも音を捉えるって言っても音そのものを捉えるわけじゃないの。どんな音にも精神波が込められてるから、その精神波の波長を解析して人なのか動物なのかを判断するんだよ。確かに私の世界では使い道はないかも。これを使って音の発生源を特定しなくちゃいけないほど広くない世界だし、それに私とネリコさんしかいないんだから。話するのって楽しいね。服の好み？そうだね。最初にポーラーズメモリーを作った私が言うことじゃないけど、どちらかというと地味な服の方が好きかな。露出が多いのはやっぱり恥ずかしいし、できればそういうのが少ない服がいいよ。そうだ、今の私にはどんな服が似合うと思う？あなたの意見を聞いてみたいな。やっぱりそうだよね。あなたがそう言ってくれるとなんか安心しちゃうな。
今ぼーっとしちゃってたよ。途中まで考え事してたんだけど、何考えてたんだっけ。こういうのってなんか気持ち悪いよね。古本って時々前の持ち主の落書きや名前が書いてあったりするよね。他にも写真とか名刺とか、すごい時になると領収書みたいなものが挟んである時もあるし、お店側もちゃんとチェックをしていない証拠だね。洗濯物ってどうして屋内に干すと臭くなっちゃうのかな。今日もちゃんと見てくれてるんだ。テーブルに端末を動かせばいいのね。すぐに動かしちゃうから少しだけ待ってて。これでよしっと。またたくさんお話ししようね。どうしたの？顔グニグニしないで。もしかして私の髪の虜になっちゃった？私の髪サラサラでしょ？そろそろ仕事に戻るよ。それじゃあまたね。採取する材料はこれでいい？うん、任せて。準備ができたら行ってくるね。ねえねえ、ちょっとだけいいかな？ごめんね、忙しかった？今からちょっとお出かけするから、そのことを伝えておきたかったの。なるべく遅くならないようにするから心配しないでね。それじゃあ行ってきます。Thank you.
着いた。今いる？うむ、出迎えご苦労なんてね。ただいま。お出迎えしてくれてすごく嬉しいよ。今回取ってこれたのはこんな感じかな。それじゃ荷物の整理するから戻るね。してるような疲れてるわけでもないのにぼーっとしちゃうのはよくないよね。できる限り気をつけよっと。古本って時々前の持ち主の落書きや名前が書いてあったりするよね。他にも写真とか名刺とか、すごい時になると領収書みたいなものが挟んである時もあるし、お店側もちゃんとチェックをしていない証拠だね。
これを作るの？うん、もちろん。その代わり、ちゃんと応援しててね。ねえねえ、すごいんだよ。結構大きい鉱石だったのに、不純物を取っていったらこんなに小さくなっちゃったの。これ貴重な金属なのかな、それとも質の悪い鉱石だったとか。こういう作業は大好きだから、つい気分が高まっちゃうよ。あなたと一緒に作れたらもっともっと楽しくなるのに。時々ね、同世代の女の子とお話ししたいなって思うことがあるの。そう思うのって変なことじゃないよね。古本って時々前の持ち主の落書きや名前が書いてあったりするよね。他にも写真とか名刺とか、すごい時になると領収書みたいなものが挟んである時もあるし、お店側もちゃんとチェックをしていない証拠だね。最近枕の柔らかさがなくなってきてるような気がするの。やっぱり長く使ってるからかな。お気に入りだけど買い替えを考えた方がいいのかも。これは はーい、しっかりします。ぼーっとしてるの見られちゃった。触られて恥ずかしがるほど柔らかくなんかないもん。あなたの思い伝わってきたよ。なんか上手に歌える気がする。